こにいるの？おかしいんじゃないの？あなたたちのために言ってる。私はあなたたちを助けたいの。助けるって何から？どっちかっていうと今この状況から助けてほしいんだけど。ねえ、いいから無視していこうよ。この子陸道朝日だよ。関わらない方がいいって。私たち、あんたに付き合ってられるほど暇じゃないんだけど。いいじゃん、面白そうだし。ちょっと話聞いてあげれば？ダメだって、この子マジ頭おかしいって有名じゃん。この前科学室で火事が起きたのだってこの子の仕業だって噂だよ。もういい？待ち合わせに遅れちゃうんだけど。ダメ、行ったらあなたたちは死ぬわ。どこかに行く用事があるなら明日にして。今日はまっすぐ家に帰るの。私ら死んじゃうの？どうやって？あなたに殺されちゃうの？ちょっと待って。何それ、ちょっと見せてよ。私らが事故に巻き込まれて瓦礫の下敷きになって死ぬってさ、マジウケる。だからヤバいんだって。もういいから早く行こうよ。返して。噂通りガチなんだ。そこまで言うなら言う通りにしてあげてもいいよ。本当？その代わり一つお願いを聞いてほしいの。あんたの言うこと聞いてあげるんだから当然でしょ。
あたしたち喉渇いたからさ、ジュース買ってきてくれない？それくらいならお安いご用だわ。待ってて。さあ、行くわよ。あの子を待たないの？待つわけないじゃん。あんなのと話してたらこっちまで頭おかしくなるっての。偽りだったのね。あの人たちに天罰が下りますように。知らない？知っていたら教えて。あなた知らない？駅前で待ち合わせだって言ってたような。合コンだって。そう、分かったわ。見つけなくちゃ。悲劇を止めなきゃ。落ち着いて、もう一度考えましょう。どうにかしてあの人たちを見つけるしかないわ。
ごめんなさい。ちょっとあなた、うわあ、うわ、信じらんない。マジで頭おかしいの？もう一度言うわ。家に帰って。今ならまだ間に合うわ。いい加減にしてよ。こっちはあんたの妄想に付き合ってる暇はないんだって。もういいから早く行こうよ。待ち合わせに遅れちゃうよ。だって私たち今は忙しいの。また今度ね。だから言ったの。あなたたちに悲劇が訪れようとしてるって。死んでたよ。私たち死んでたって。怖かったでしょ？おとなしく家に帰ってれば。こんな目に遭わなくて済んだのに。でももう大丈夫。悲劇は去ったわ。用事があったんでしょ？早く行った方がいいわ。
あんた、何者なのよ。私は私、何者でもないわ。私は夢の国を目指す一人の旅人。てる時に飲むものじゃなかったみたい。無事に悲劇は回避されましたって書いておかないと。
僕、うん、あれ、もしかして僕に怒ってるのかな。どうしよう。なんか汚れてるし、留め具取れかかってるよ。